サワディクラップ、今回は、パッポンナイトバザーへのですね生き方について、お伝えできればと思います。パッポンナイトバザーの最寄り駅はですね BTS サラデン駅になります。BTS サラデン駅は、タニア通りのすぐ前になります。ですので、タニア、パッポンへ、遊びに行かれる方は、BTS サラデン駅がどちらも最寄り駅となります。なので、もしね、宿泊されている近くにですね、MRT や BTS の駅がある場合にはですね、そちらの、まあ、公共機関をですね、利用された方が、まあ、時間的にもですね、まあ、渋滞に巻き込まれる、まあ、リスクが少ないという意味からもですね、まあ、便利かなと思います。BTS7 からですね、こちらのパッポンナイトバザーのですね、サラデン駅に行かれる場合にはですね、確かサイアム駅で、一度乗り換えが必要になってきます。まあ、ただ乗り換えといってもですね、ただもう電車を普通に乗り換えるだけですので、何かね階段を上がったり下がったりっていうあまり大きな、まあ、アクションはなしに乗り換えることができたと思います。一方のですね、まあ、BTS アーソークから行く場合にはですね MRT のですねスクンビット駅をですね利用されて、MRT のですね、シーロム駅で、降りるのがですね、一番近いかなと思います。MRT のですねシーロム駅で降りた場合にはですね、若干パッポンまでの距離がですね、増えます。MRT のシーロム駅で降りましたら、あの BTS サラデン駅へつながっている歩道橋、まあ、連絡橋みたいのがありますので、そちらをね、使っていかれても大丈夫ですし、下のね普通の、まあ、歩道っていうんでしょうかね、普通に下からですね、パッポン方面へですね歩いていかれても大丈夫かと思います。一番先に見えてくるのはですね、タニア通りですね、 BTS サラデン駅のすぐ前にあります。まあね、そこからだいたい歩いて5分ぐらいの距離にこちらのパッポンナイトバザーがあります。いずれにしましても、BTS サラデン駅も MRT のシーロムどちらから歩いてもですね、まあそんなにね、大変でも疲れてしまうっていう距離ではないと思いますので、まあ、多少歩いてもいいよっていう方はですね、こちらの公共機関をですね、使って、まあ、タニアですとか、パッポンのこちらのナイトバザーへですね、遊びに行かれてみるのがですね便利かと思います。それからですね、少し音声動画が長くなってしまいましたが、タクシーで、行かれた場合のですね、アーソーク、7周辺からの所要時間もですね、お伝えできればと思います。タクシーで、まあ、アーソーク周辺からですね、パッポンナイトバザーへ向かった場合の所要時間なんですけども、混んでなければですね15分程度で行ける距離にあるかと思います。また BTS7 駅ですね、7周辺からですねパッポンナイトバザーへ行かれる場合にはですね、こちらも混んでなければですね、まあ、7分とか10分ほどで行くことができます。アーソーク周辺からの場合ですと、稀にね、まあ、渋滞していたりですとか、そういった場合もありますので、そういった時にはですね、ちょっと予測がつかないんですけども、まあ、それでも30分ぐらいあればですね、まあ、行ける距離ではないかなと思います。タクシー料金なんですけども、7駅周辺からパッポンナイトバザーはですね、おそらくですね50バーツ前後で行ける距離だと思います。またアーソーク周辺ですね、アーソークからですねパッポンナイトバザーまでおそらく60バーツとか70バーツぐらいで行けるかと思います。もちろんね、渋滞とかしてしまいますと少し高くなるかと思いますが、まあ、通常ですとね、100バーツは超えない距離だと思います。
それからもう一つ最後にですね、こちらのパッポンナイトバザーはですね、ナイトマーケットっていうことで、夜開催されますので、昼間訪れてもやっておりません。ですのでもし行かれる場合はやはり8時とか9時ぐらいのね、遅くなった時が良いかもしれません。今回は以上になります。ありがとうございました。